ナナコ、そう悲しむな。以前同情。それでも私、心配だって昔は、どんなに危険な。それは死し。君たちは誰だ。暇を持て余した野獣馬か。それともさもないと俺の剣で。違うんだ。オイラたち。These guys are so unfriendly。で、知り。そうそう。でも、君たちの服すまない。最近ここに来て面倒を起こす。あいにく俺たちの師匠は今どうやら。俺たちの師匠は独学で剣術を学び。か師匠は言ってたよ。自分の目標は天下一の剣術。俺たちの修行につき。それなのに。少し前に師匠の神の目が奪われてから何かおかしなことをずっと言い続けていて、兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取りつかれたのだと考え、しかし正直、鳴神大社知らないのか。あそこは鳴神島で。俺たちじゃ。おだから安心しろ、ナナコ。師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。邪気に取り。妹弟子が師匠、その人が誰か苦しみながら耳をずっと名前を叫ぶ。その中の一人である。師匠はさっき彼の名前を。邪気払いの儀式はもう始まってる。君たちは少しここで待ってて。それとも何年も。おい、こそこそしてる。悪いやつ。もう昔の兄弟子。そうだ、俺がドモンに会い、あの時俺はあいつより5迷宮しすぎ。しかしど、その時、当時、その時俺は確信したんだ。あいつの心にはすごい人。それはあいつが来る師匠の弟子たちの。だがあいつが来てから全て後から聞いた話だ。それからだから、あ、それでこっそり。とにかく、あ、さあもう帰ってくれ。俺か。おお、でもよし。何ですって。師匠は自分から来る。ナナコ、申し訳ございません。私の力。しかしこの世界には三。それにこのこ。や、八重様が。俺の知ってるあの八重様。鳴神大社の大巫女様。ええ、あなた方の師匠。その巫女様。必要ありません。唯一行うべきは。では私は。まさか八重様が。兄さんは師。いや、そんな。それはただ八重さ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。おお、その人から雷電勝負。OK。 Over there then. Good.特に傘は不要だ。君は好きにすればいい。
Okay then. It's really dark here. Only 105. Okay. Let me see how I can climb it over there. To go there. All right. What a wild climb. Oh, little boy. それにさっきオイラたちのことを見てこい。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が。八重様、師匠は以前。残念じゃが、ダンジラの師匠から邪気は感じら。そんな。そう、自らこの世を巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊。水に落ちたもののようにあがけばあがくほど。原因は願い。何時らの流派いいな。じゃが今のこの世の中、冷静に興味ないと自称する者は、では雑念がないように見える者が。八重様のおっしゃる剣の道とは、その手に剣を持ち、故に天下その願い。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、父さん。もういい。さっき会ったオイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人俺に復讐しに来たんだろう。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。何年も経ち、もう全部理解した。お前に任された。お前の願いが奪われ、だけどお前は。だがいつの日か血をにじます。いつの日かそいつらの勘。師匠、将来師匠のように苦しい。つの日か正々堂々む。七子だけじゃない、俺たち。お前たち、ほら見ろ。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないから。だからよ、俺が自分の。俺とお前は違う。俺が去った時。そうか、すまなかった。今の俺は天下一里なんて今日だが、お前たちこの点は
もちろん見張だが俺は何をほうけた。奪われた旅人さん、お待ちを。やはり異郷から訪るわらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう。あの八重様って人、不思議なやつだな。All right. We have done everything.